れていくと、とろーっと。どうも、皆さん、シュージです。今回は、絹とろ丼ですね。何なのっていう話なんですけど、絹豆腐と半熟卵で作る丼です。めちゃめちゃ簡単で、めちゃめちゃ美味しい。ズボラーっぽいレシピになりますかね。なんですけども、一応、こういうところはいいよっていうのを説明しながら、リュウジのバズレシピ。はい、材料紹介いきます。まずご飯です。 200g、 あ、僕は里のご飯いつも使ってますんで、里のご飯、もしくはあの普通に炊いたご飯 200g でも構いません。あと、絹豆腐です。これコンビニ売ってるやつで、3連パックのやつですね。はい、そして卵は1個、なんとこれだけ。あとはまあ小ネギと海苔があって、あとは調味料があればいいなと思いますんで、そちら概要欄チェックしてみてください。絹とろ丼を作る上で何が大切か、豆腐と半熟卵を使うわけですから、すっごくとろっとした、最高な口当たりのいいレシピなんですよね。とろけ具合を理解するためにも僕がとろけないといけないと思いますんで、今からとろけます。アルチューマシーンにちょっと力を注ぎます。あ、ちょっとレモンも入れたいな。ちょっとレモンなかったんでみかん入れます。はい、じゃあいただきます。うまい、みかんさんうめ。じゃあやっていきます。はい、じゃあやっていきたいと思います。まずね、あのご飯なんですけど、先温めちゃいます。これは2分ですね、里のご飯なんでね。そしてですね、材料的にもちょいヘルシーなんで、炭水化物あるんですけども、あの油ね、小さじ1杯でいいです。で、ちょっと温めましょう。中火ぐらいで温めますかね。小さめのフライパンおすすめです。それから鍋でやってください。で、まあ、ちょっと今温めてますよね。温めてるところで、これ蓋むきます。木綿豆腐でもできたりするんですけども、ご飯と合わせるんだったら絹のこうとろっとしたこの食感が僕合うと思ってますんで、で、これね、スプーンですくいましょう。スプーンですくっていくとジグザグにこう豆腐が崩れるんですね。そうすると後からタレ加えるんですけども、ものすごくね、タレが絡みやすくなる。で、ちょっとね、大きめにこう入れてあげて大丈夫です。なんでかっていうのは、こうやってやってるうちにほら、こうやって崩れてくからです。はい、だから大きければ崩れてもあれなんですけど、最初からちっちゃいとちっちゃい状態で崩れちゃうんで、あれなんですね。まあ、軽く炒めます。軽くちょい水分飛ばすような感じ、中火で炒めていきます。はい、ここに調味料を加えていきます。まずね、お醤油、はい、これ味付けの要でございます。お醤油を大さじじゃねーくて小さじ2杯入れます。白だしを入れます。これは、小さじ2杯です。はい、みりんです。大さじ1杯と小さじ1杯でございます。はい、まあまあちょっとね、この感じだと豆腐大きすぎかなと思うんで、全部ねちょっと半分ぐらい崩しちゃいましょう。こうやってね、後から崩していくのはスプーンでこうやって切ればいいだけなんで簡単なんですね。じゃちょっと火落として卵を溶いていきます。で、そしたら今ポコ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 いってるじゃないですか、弱火でいいですか。そしたらよく溶いたこの卵1個、これをこうやって箸立てて入れていくと、とろっと、とろ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 、これが絹とろ丼でございます。そしたら皆さん、弱火でございます。これで半熟になるまで半熟ります。はい、で、まあ、これはね、もう本当にごく弱火、本当にごく弱火で、もうね、もうこんぐらいでいいぐらいです。こんぐらいで、もう今トロトロじゃないですか。こんぐらいでいいですよ。ここだったらもう火止めたら余熱でいい感じになってきます。じゃあ丼用意します。はい、じゃあご飯ね、 200g この丼に入れちゃいます。入れて、まあちょっと慣らしましょう。で、ここに刻み海苔、これあるとね、磯の風味がしてすごく美味しくなります。パラリパラリのパラリーノで、で、とろっといくから、これを滑らすー。はい、で、ここに小ネギです。パラッとパラッと
いいですね。そして最後に鰹節。鰹節の香りが入るとね、もうこれ肉なしでも最高の丼になります。はい、ということで僕がこれからあと2本撮影するにあたってですね、胃袋に物を入れてないと酔っ払ってしまうんで、丼が完成しました。はい、それではいただきます。絶対しない。締めとかに最高だと思います。お肉じゃなくてお豆腐だから優しい。ちゃんと豆腐のうまみ、卵のうまみ、だしのうまみがちゃんと効いてる。これは美味しい。うん、そしてここで味の匂いの柚子胡椒つけて、これもマジでうまい。たまランチ会長、たまランチ会長です。タフチャンス達也！いただきます。いただきます。うまっ。ないだろ。こんなシンプルなの。うまい。うわうまっ。豆腐でちょっとヘルシーだし、でもちゃんとボリュームもあって、さながら茶漬けみたいな感じで流し込みタイプ。そう、流し込みタイプ、うん、いや、最高です。最高。ウェイ、最高最高。3150。ということでですね、今回は絹とろ丼を食べたんですけども、これね、ランチにもいいですし、飲みの締めにもいいんですって。さっぱりといただきます。油は少ししか使ってないので、ね、脂質もすんごい抑えられてるんで、ぜひ皆さん試してください。みかんさん、うめえ。あ、もうこんなにとろとろになってますよ。これ柔軟剤使ってないんですよ。